あの日起こったことは奇跡だったの？目を覚ますと、私には夫と子供がいて、私は全ての記憶をなくしていた。でもきっとここが私の居場所なんだ。そうでしょ、匠さん。どうかしたんですか？あ、いや、ちょっと驚い…ママ、夢じゃなかった！ママが来い！いや、なんでもない。忘れてた！ママには余計なこと言っちゃダメだったんだね。そうだよ。パパももうちょっとで危ないとこだった。でもさ、たっくん、ママがシーツをしてるのを見て、もうちょっとで泣きそうになっちゃったよ。はあ、ママが帰ってきたんだって。これは夢じゃないんだって。その話はおしまい。どうして？泣きたくなるから。そうだね。またうるうる親子とか言われちゃうもんね。アーカイブ星はね、地球で命を落とした人たちが暮らす思い出の星なの。ユージのママはアーカイブ星に旅に出たの。でも泣かないで、雨の季節になったらユージのところに戻ってくるからね。それから1年が経ちました。約束通り、ママは雨の季節に帰ってきます。3人は一緒…もういいよユージ、やめよう。どうした？やっぱりおかしいよ。何が？これにはママが僕らのことを全部忘れちゃうなんてどこにも書いてない。ママが書いてくれた絵本なのに。僕思うんだけど、ママったらどこかに忘れ物してきたんじゃないのかな。忘れ物？うん、例えばアーカブイ星の電車の網棚に今までのことを全部忘れ物してきてた。だから何も覚えてないんだよ。ユージ、この絵本ママに見せないでおこうか。どうして？これ見たらママはアーカイブ星の電車に忘れ物を取りに帰るとか言い出したりするかもしれないだろう。え？それに他の人にはママが帰ってきたことは絶対に秘密だ。だってママはもうここにはいないはずの人だから。お葬式もやったしね。うん、騒ぎになればママはもうここにはいちゃいけないってきっと思うよ。やだ、ダメ、そんなの。だろ？わかった、僕誰にもおしゃべらない。それにママにもこれ見せないで、隠しとく。しました？あ、いや、別に。なんか変です。どうしていつも見てるんですか？あ、いや、そんなつもりは。あ、おしっこしてる。え、あ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 、どうしよう、どきん、はい、あ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 
おしっこっていうのはどうかな。可愛くないかな。おしっこ、お手とか、おしっこ、ジャンプとか。気象庁は今朝、関東甲信地方の梅雨入りを発表しました。やっぱりパパは白とか。白くないよね。じゃあ黒？黒くもないよね。じゃあ茶色。つまんないからダメ。私はおしっこっていいと思うけどな。むぎゅう、もう一度むぎゅう、おまけにむぎゅう、念入れてむぎゅう、むぎゅうでした。どう、こんな感じかな。やっぱり僕、学校行くのやめにする。え？だって、学校行ってる間にママがいなくなったら困るもん。何言ってるんだよ。僕、家にいる。ママの隣で、ママの番をしてる。大丈夫だよ、どこにも行かない。心配しなくていいから、必ずうちで待ってるから。よし、行こっか。行ってきます。行ってらっしゃい。たっくん、僕自信ないな。何が？朝ごはん食べながらやっぱり何度も泣きそうになっちゃった。パパもだ。美味しかったね。うん、久しぶりにママの味だった。泣かないように必死で犬の名前考えてた。そっか、今日はもう全部責任持って。おはようございます。おはようございます。あ、うん、明日図書館の休みもらえたの？大丈夫だよ、心配ない。遅刻しちゃやだよ。わかってる。ママ来てくれたらいいな。参加日約束したろ。みんながいっぱいいるところにママは行けないんだよ。けどさ、明日の授業参観日はパパが必ず行くから。絶対だよ、忘れないでよ。私の家族、僕の家族。はい、はい、今日はこのタイトルでみんなに作文を書いてもらいます。はい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 。出来上がった作文は明日の参観日の時間にみんなのお家の人たちの前で読み上げてもらいますからね。なんて書いたらいいかわからないもん。簡単だよ。みんなのお家の人たちのすっとこどっこいなところを書けばいいの。先生、すっとこって何ですか？すっとこどっこいっていうのはね、かわいいおバカさんのこと言うんだよ。マシュマロの家にシュークリーム。え、ちょっと待ちなさい、今読んでた。明日10時から絵本読むからね。はい、ママと一緒に来てください。はい、聞いてくださーい。マーリちゃん、ちょっと来てやってくれ。行ってくるよ。三匹の子豚、すごく面白い本だよ。どうしたの？パンダちゃん、パンダちゃん、いや、それが。落ち着いて。取り置きしていた絵本を間違って他の利用者の方に貸し出してしまって、自分のミスです。そっか、ごめんね。ごめんね。じゃあさ、お姉ちゃんと猫さんの泣いてる本読もうか。ねえ、いいじゃない、世話になっておけば。でもずっと自分は迷惑かけっぱなしで。まあ、気持ちもわかるけどね。
ロボットっていうのか。これどれ。梅雨入りしたね。さっきお昼のニュースで言ってた。そうですか。うん。このところ調子どう？今日仕事でミスをして子供に泣かれてしまって。あらあらあら。それで、あの、ミスをしたのはきっといろんなことで動揺してたからだと思って。一つどう？あ、僕は。おいしいわよ、甘いものって心落ち着くし。遠慮しないで。じゃあいただきます。ミオが帰ってきたんです。あ、ごめん、帰ってきたって誰が？ミオが。あ、え、ミオさんが帰ってきた。とてもすぐ信じてもらえる話じゃないって思ってます。確かに驚くね。へえ。それで？あなたの奥さんが森でよみがえった。全部の記憶をなくしてた。うちに連れて帰ってきた。それであなた私に何か相談したくてここに来たわけでしょ？あ、そうです。それ聞こうじゃないの。何？ユージが喜んでるんです。ミオにしがみついて離れません。でもミオはまた梅雨の季節が終われば消えていくんです。なぜわかるの？生前のミオが残していった絵本のラストに描かれてるんです。でもユージはまだそのことに気がついていません。あちゃー。ミオが帰ってきてくれて僕も心臓を素手で掴まれたような衝撃でした。最初は人違いじゃないかって思って、いや、これはミオなんだって確信して。でもよく考えてみればミオはいずれまた消えていく運命なんだって。それが分かってるのに幼いユージにまた母親を失う辛い別れを二度までさせていいものでしょうか。今ならまだミオに話をすることができます。君がいては結局ユージを傷つけることになる。申し訳ないが出て行ってほしい。ミオならきっと分かってくれると思います。ユージにも今ならまだ言って聞かせることができます。ママが帰ってくる夢を見たんだ。あれはみんな夢だったんだよ。先生どう思いますか？高見君どうしたい？僕がですか？うん、これはあなたの問題です。あなたが美穂さんとどう関わりたいのか、それを考えずに雄二君のことを考えても答えは出ないと思うな。あなたがこの状況にどう立ち向かうのか、その覚悟さえあれば、たとえそれがどんな過酷な運命でもきっと雄二君乗り越えられると私思います。先生、あなたがねやりたいようにしていいと思うよ。ありがとうございます。こんな夢のような話を真剣に聞いてもらって。あら、私ね確かに驚いたけど夢だなんて思ってないわよ。この世の中ね不思議なことたくさんあるもの。私たちの科学がお粗末で理解や証明できないことを非科学的だって決めつけてるだけよ。
安心して、私はあなたの味方です。逃げないからね、ゆっくりでいいのよ。はい、もうちょっとね、これから。うわ、綺麗。一応お手本は置いたけど、あとは自由に行けてみてください。はい。うん、いいじゃないね。そう、先生、お疲れ溜まってません？そうね、美穂の一周期が終わって気が抜けちゃったかしら。ずっと気を張ってらしたから。ありがとう。でも大丈夫。美穂の一周期で私いろんな人に聞かれました。家庭科の涼子先生、教師辞めちゃったのって。私もまさか自分が教職捨てるなんて考えたこともなかったわ。でもね、美穂が亡くなった後は何にも手につかなくって、あの頃は本当に地獄だったわ。美穂と亜代くんが付き合ってたこと全然知らなかったって先生いつかおっしゃってましたよね。驚いたんじゃないですか、二人が結婚したいって言ってきた時。でも誰か好きな人がいるんじゃないかっていうのは感じてたの。でもね、まさか19歳の若さで結婚って、しかも相手が愛夫くんって聞いて、もう驚いて驚いて。愛夫くんも先生の中学の教え子ですもんね。そうよ、美穂には何度も言って聞かせたの、二人ともまだ若いんだから結婚はもう少し待ったらって、せめて大学卒業してからになさいって。でもね、芯が強いですもんね。本当、私も折れてしまって。きっと美穂は天国で先生に感謝していると思いますよ。そうかしら。それはわからないわ。ともちゃん、おいしいわ。お金本当にいいの？いいのいいの、先生が耐えてくれると他のお客がみんな買ってくれるから。あら、そう？そうよ、やっぱり町のスター違うね。こっちもちゃんといい商売になってるから。先生、ドントマインド、ドンマイドンマイ。お帰りなさい。それ新しいのを作ってみたの。前のはお洗濯したんだけどシミが抜けなくて。ありがとう。どうかした？何でもない。この番組は携帯は生活のあらゆるシーンへ、ドコモグループ。清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ドライブユアドリームズトヨタ、アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
まだ寝ないの？ユージ君、今やっと寝たとこなんです。不思議ですね。ん？子供の寝顔っていくら見ても飽きない。少しお聞きしたいことがあるんですけど。何？これ私の母ですか？会いたい？綺麗な人。君だって綺麗だよ。これ新しく作ってくれたんだ。私にはこれぐらいしかできないですから。ありがとう。いえ。おやすみ。おやすみなさい。ハムエッグ。はい。大好き。ハムと卵。はい、あいおです。あ、永瀬です。こんなに朝早くからごめんなさい。あ、はい。おはようございます。いや、どうしましたか？昨日夜遅くに父親が倒れたの。今隣町の総合病院なんだけど。あ、それで？私そばについていたくて。本当に急で申し訳ないんですけど、今日の読み聞かせの会お願いできませんか？館長たちは出勤だけど。ね、わかるでしょ。ごめんね。わかりました。お大事に。声が大きい。ママに聞こえるだろう。だって約束したでしょ。いや、なんでもないんだ。できた。あ、
もうすぐできますから。すぐ行く。わからないこと言うんじゃない。図書館のマリコさんにはパパいろいろお世話になってるんで、ユージもいつも遊んでもらってるだろう。そうだけど、こんな時じゃないとなかなか恩返しはできない。わかるよな。参観日家の人が誰も来ないなんて、きっと僕だけだよ。ごめんな。ママはダメ。ダメ、何度も言ってるだろう。ママを人前に出しちゃいけない。あるよな。今日は無牛イヤ行ってきます。あ、慌ただしくてごめんね。まだ体調が戻ってないんだから無理しないで。外に出かけちゃダメだよ。家で休んでて。はい、行ってらっしゃい。じゃあ。おい、ユージ。すいません、驚かせて。あの、野菜分けてほしいんですけど。どうかな、この黒板。俺はね、野菜作ってます、裏の畑に声かけてくださいだけで十分だと思ってるわけ。それをうちの神様さ、格安って入れないとタダだと思われるって頑張んなよ。ああ、そういう。日本にはさ、そういう野暮なことは言わないでおこうっていう文化があるわけでしょ。それをさ、格安は入れた方がいいかな、わかりやすいし。ああ、今日小学校で保護者の参観日じゃないんですか。行かなくていいの。参観日。私のママはパパに誕生日のプレゼントをちょうだいと言いました。パパは電気毛布を怒っていました。はい、レナちゃんありがとう。はい、じゃあ次読む人。猫さんどうして泣いてるの。僕気持ちがいいんだ、最高さ。ミャーゴ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 。開けてちょうだい。僕のお父さんはこの間夜遅く酔っ払って帰ってきました。いつものどういうわけか居酒屋さんの店員さんの制服を着ていました。次の日の朝、全然記憶がないと言ってお母さんに怒って。
腹すいたよ。ああ痛いよ、ユージ君、助けて、助けてよ。ごめん。今はそういう気分じゃない。そう。パパは図書館でも今日参観日でしょ。だからどうして私を頼ってくれなかったの。電話一本で済むことなのに、言ってくれれば私どこへだって駆けつけたのに。あ、すいません、急な話で本当に全然気がつかなかったんです。ゆうじがかわいそうだわ。小学校入って初めての参観日なのよ。だろう、たくみくんも仕事中なんだ。ん？どうした？おばあちゃん、ごちそうさま。悪いけど僕も帰るね。あら、もう？あら、半分も食べてないじゃないの。ごめんね。ねえ、ゆうじ。ねえ、おばあちゃんと一緒に遊ぼうよ。ね？ついてるよ。どうして私に言ってくれなかったんですか？いくら記憶がなくたって、ゆうじ君の参観日に行くことぐらい。ごめん。何かあったら私にも言ってもらえませんか。ゆうじ君の体操着入れのことも。え？どうして新しい方のを持ってくれないのか私分からなくて。お帰りなさい。ごめんね、気づかなくて。ユージ、今日ごめんな。うん、大丈夫だよ。ごめんね、あのユージ君のことを言ってたわけじゃなくて。うん、分かってる。森で遊んでくるね。あ、じゃあパパも一緒に行くよ。大丈夫だよ。ユージ、もう暗くなるって。ユージ君は遊び疲れて寝た。
荷物預かります。ありがとう。いえ、こいつ重くなった。私、ん、早くいろんなこと思い出さないと。ゆうじ君に申し訳ない。焦らなくていいよ。そりゃ思い出すに越したことはないけど。思い出せないままなら今日みたいなことをまた繰り返しちゃうような気がするんです。だから何かを思い出すきっかけになりそうなものありませんか？何でもいいんです。ちょっと寄り道していく？ここが僕らの通った中学、僕たちが初めて出会った場所だよ。3年2組、僕らのクラスだ。3年になって初めて僕たちは同じクラスになったんだ。何ですか？そうなんだ、僕がここで君がそこ、僕たちの居心地のいいベストポジションはいつもこんな感じだったんだ。君は覚えてるんだよ、もっと深いところで。あの絵のモデル工藤らしいって話聞いた？あんなチャラチャラしたやつのどこがいいんだか。教室では隣同士の席だったけど、僕らの出会いはこんな感じだった。私、あなたとは違う人が好きだったんですか？さあ、でも話にはまだまだ続きがあってね。いずれゆっくり話していくよ。
行こっか。はい。大丈夫？ごめんね、ユージ君。先生はこの作文とっても好きです。お家の人にも見せてあげてね。僕は子犬の名前におしっこがいいと言いました。そんなのダメって言われるかと思ったら、ママはとっても面白いと褒めてくれました。私はおしっこっていいと思うけどな。僕のママは話がわかるすっとこです。寂しい気持ち分かってあげられなかった。ユージ君だって参観日に誰も来なくて寂しかったんだよね。でも一生懸命我慢して今日は学校に行ってきたんだよね。そんな頑張り屋さんのユージ君褒めてあげなきゃいけなかったのに。気づかなくてごめんね。私ユージ君が大好きだよ。めんどくさい。体操着入れのことなんだけど、これ君が入院してる時に看護師さんの目を盗んで病院のベッドの上で作ったものなんだ。ユージもそのことがあったから、だから古い方を使ってて。私少し寂しかっただけかもしれません。昔の自分が羨ましくて。いいんだよ、いつか僕たちの中学生の時みたいに、ユージにも同じように出会いがあって、ユージが僕らの家を育っていくまでまだまだ時間はある。それまで3人はずっと一緒だ。それだけでいいじゃないか。いいじゃないか。やっぱり子犬の名前、あれをしっかりする。匠さん、6週間で消えていく私の運命をあなた一人が知っていて、それでもあなたは私の全てを受け入れてくれました。あなたの決意はどれほど大きなものだったんでしょう。
なたの愛情に支えられて、私は歩き出す勇気をもらいました。ありがとう、あなた。ママを守る男と男の約束だね。ごめんなさい。ごめん。僕を好きだった気持ちも忘れてるんです。この番組は携帯が生活のあらゆるシーンでドコモグループ、清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ドライブユアドリームズトヨタ、アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あなたへの気持ち、結婚するぐらい大好きだったはずなのに。